ビツェフスキー森林公園、ビツァ地帯の風景、ビツェフスキー森林公園、ビツァ公園とも、ロシア語は、ロシアモスクワにある自然公園の中で最も大きいものの一つである。公園は、チェルタノフスカ川とビツァ川によって横断され、南北 10km にわたって広がり、18km 地方にわたって公園の領域がある。公園は、 北から南に向かって伸びており、北側ではバラクラフスキー通りによって区切られている。公園では500種以上の植物が厳選しており、その中にはシナノキ、オーク、モミが含まれている。これらの植物は19世紀にミハイルカトコフの息子によって、息子の家族のマナーハウスで育てられたものだった。公園内では33種の哺乳類と78種の 蝶類が登録されている。公園の敷地内には、ロシア科学アカデミー古生物学研究所の施設が置かれており、18世紀に設立されたウズコエ、ズナーメンスサドキ、再建されたヤセネボがある。これらの研究所は、モスクワオリンピックの際に建てられたピザツァ馬術施設を取り囲んでいる。公園内の森では、1992年から2006年6月にかけて、 アレクサンドル・ピチュシキンによる連続殺人事件が起きた少なくとも48人、推定で61人から63人を殺害したとされており犠牲者の死体が見つかっている。ありがとうございます。